今回は終盤で騙される超展開アニメ5選を解説するぜ。最近そういうアニメ減ってきた気がするねー。なお当然、ネタバレ満載なのでご注意ください。そういう目的の動画だからね。最初は2008年の H2O Footprints in the Sand。恋愛アドベンチャーゲームのアニメ化だ。2000年代はこういうゲーム原作アニメがたくさんあったよね。1話。主人公の広瀬拓馬は全く目が見えない。白い笛で1プレイとか、今やったら大問題だろ。この時代はすごかった。ところが1話の終わりで、乙葉という謎の少女の力により、拓馬の目は見えるようになったのだった。すげえご都合主義や。2話以降、目が見えるようになった拓馬は、普通に日常生活を送り、絵を描いたりもする。よかったやん。ところが5話。小日向早見に自分のノートを見せようとする拓馬を、神楽蛍は必死に止める。なんや、早見に嫉妬してるのか？ 9 話。拓馬はうっかり早見が入浴中の風呂場に入ってしまう。おなじみラッキースケベ。覗きだと言われ、拓馬が覗きなんて、と言い訳すると、早見はそうよね、ごめんと、拓馬をあっさり許す。どういうこと？ 10 話で拓馬は写真を見て楽しそうと言うと、蛍はと驚く。周囲の反応が謎やね。そして11話。拓馬は早見に拒絶されたショックで倒れ、起きるとまた目が見えなくなっていることに気づく。拓馬を診察した医師は、視力は前からずっと失われたままで、見えるようになったと思い込んでいたのではという。拓馬はそんなはずはない、こうやって授業のノートも取っていると言って、おじに見せる。ひえ、文字が全然書けてないやん。写生の授業でもちゃんと書けていると言って、絵を見せる拓馬。ちゃんと書けてないんや。周囲は、目が見えるようになったという拓馬が、実は見えてないと気づいていたけど、ずっと調子を合わせていたんだぜ。11話まで視聴者にはそれを伏せていたのか、見事な叙述トリックやねー。次は2010年の甘神 SS。6人の女子高生と恋愛する、オムニバス形式のラブコメだ。各ヒロインのルートをやるショートストーリー集ね。このアニメは主人公と5人のヒロインが仲良くなる話を、それぞれ4話ずつ、20話まで放送した。こういうスタイルの恋愛アニメ、今はなくなっちゃったね。前はフォトカの、よすがの空、ワンルームとかあったけど、メインヒロインはこの5人ではなく綾辻司なのだが、彼女は20話までずっと脇役として出てくる。なぜか香織さんが演じる優等生キャラ。司に授業が始まるから静かにするようにと言われて、お堅いんだからとつぶやく香織。だがそれがいい。14話はこの作品で一番人気の七咲愛のルートで、主人公の立花純一が愛を司に紹介する。司は愛ににこやかに挨拶した後、ちょっと怪訝な顔をする。愛も何か思うところがあるような表情をする。なんだろ、二人は実は知り合いで仲が悪いのかな？これが一番大きな伏線だろうな。そして21話でようやくメインヒロインの司ルートの話が始まる。11話司と文化祭の実行委員になっていた。優等生ヒロインとの清らかな交際が始まるんやな。クラスメイトの水泳の補習の教師代理をする司。優等生の司には薫たちも従うしかない。文武両道のパーフェクトヒロインや。その日の夕方、純一は落ちていた手帳を拾った。中を少し読んだが特におかしなところはなかった。その手帳は司のものだった。司は純一が全て読んでしまったと思い込み、そして、恥ずかしくて泣いちゃうとか？なんと司は純一のネクタイを引っ張って締め上げ、見ちゃったんだと迫るのだった。はぁ、キャラ崩壊？司は20話まで猫をかぶっていたが、本当はきつい性格の子だった。おしとやかで優しい子だと思ったのに、でもこれはこれで。純一は司が見られたら困るページは見てなかったのだが、司は本当の性格を純一に知られてしまったので、純一に綾辻さんは裏表のない素敵な人ですと復唱させ、自分の本性をばらさないように言明する。綾藤さんは裏表のない素敵な人です。そして秘密を共有することで、二人の距離は縮まるのだった。壁ドンされ男子、ド S ヒロイン好きにはたまらんな。次は2013年の春。人間そっくりのアンドロイドが登場する、SF オリジナルアニメ映画だ。ウィットスタジオ初のアニメ映画なんだ。ではないよう。飛行機の墜落事故で亡くなった春という青年と、そっくりのロボットが作られた。鉄腕アトムも事故死した子供そっくりに作られたんだよね。春は人間の春の恋人だったくるみを慰めるために作られたが、くるみは春を拒絶して引きこもったままだ。そりゃいきなり彼氏とそっくりのロボットが来ても、ある日街で春の知り合いだった優が、くるみと喧嘩した後、あんなことになって、どうしてたんだよと話しかけてくる。こいつ春が亡くなったこと知らんの？人間の春はくるみに暴力を振るったのかと春が聞くと、くるみは私は見たことがない、人から聞いたけどと答える。くるみ自身のことだよね？メンテナンスを受けながら、春は人間の春の辛い過去に思いを馳せる。このロボットも大変やな。この作品の舞台は京都なのだが、祇園祭などの作画が素晴らしいぜ。さすがウィット、初作品から神作が。くるみは春に心を開くようになり、二人は打ち解けるようになった。でも春はロボだしな。突然優が来て、金目当てにくるみを拉致しようとするが、くるみはとても強く、優たちから逃げ延びる。まるでくるみを物みたいに。優はくるみは売る、お前はいつまでそうしてるつもりだ、思い出せと春を殴る。優は何を知っているんだ。殴られた春は、空港でくるみと喧嘩別れし、飛行機に乗り込んだくるみの過去を思い出す。まさか、飛行機事故で亡くなったのは春ではなく、くるみだった。逆だったのかよー。春はくるみを失ったショックのあまり記憶喪失になり、自分をロボットだと思い込んでしまった。そんな心の病あるんかー。そこでロボット療法として、くるみそっくりのロボが作られ、人間のふりをして春に世話をさせた。これ、症状悪化しない？春の親友の優は偽物のくるみを奪って、春に立ち直って欲しかったのだった。悪役じゃなかったのかよー。さすが宮野守さんキャラ。ロボくるみというのおかげで、春は記憶が戻って立ち直ったのだった。終わり。ビターエンドかなー。この作品は他のアンドロイドものと違って、ロボは人間の代わりにはならないと言ってるからすごく好きだぜ。ほとんどのアンドロイドもののアニメって、ロボを人間と同じように愛するって話ばかりだもんね。次は2014年の彼女がフラグを折られたら、他人のフラグが見える主人公のハーレムラブコメだ。フラグ ?1 は、かつて豪華客船の沈没事故で一人だけ生き残った、主人公の旗手颯太が転校してくる。クラスメイトのナナミ系ブレードフィールドに颯太は、自分は他人の頭上にフラグが見えるという。ナナミの声は気取りぶきちゃん、この頃はアニメに出まくっていた。だが颯太はナナミの頭上には、なぜかフラグが見えなかった。その後颯太は魔法が沢茜の頭上に死亡フラグを見てしまい、その通りに茜は転落して命を落としかける。北斗の拳の視聴性か。やむなく颯太は茜にキスをして恋愛フラグを立てて、死亡フラグを上書きして彼女を救ったのだった。悪役令嬢レベル99でも最後に似たようなことしてたな。2は、颯太は自分だけしか知らない姉の存在や、沈没した船で出会い、自分にフラグ能力を与えた桜という少女から、世界の真理にたどり着かなければならない、と言われたことを思い出した。謎が深まる。なおこの回でハーレムヒロインは4人になる。1人は自称男の子だけど、ハイペース。3話でハーレムヒロインは6人になるぜ。そのうちの1人はロボット少女だけど、どこまで増えるんや。なおそのうちの1人にヤンデレフラグが立ったが、颯太が優しくしたら簡単に折れた。ヤンデレ属性はそんな簡単なものではない。5話、颯太がヒロインたちとデートするが、ナナミだけは断る。ツンデレメインヒロインだね。これも伏線なんだよな。7話、生徒会長にも颯太との恋愛フラグが立ってしまい、ハーレムヒロインたちは増え続ける。こんなの絶対おかしいよ。この回でハーレムは8人にまで増えていて、七肉林すぎる。さらに久野美咲さんが演じる幼女や、丹下桜さんが演じるクールキャラも増えて、10人に達した。丹下さんのクールキャラ、そういうのもあるのか。9話、皆で留学生のナナミの母国に行くが、作画が大変そうだぜ。作画ミスしないようにするのが大変やな。そしてこの回、ナナミの妹もハーレムに加わるぜ。もうやけくそ。11話、このようにヒロインズのほとんどに、恋愛フラグが立っている状態である。全員ではないんやな。そしてついに、OP を歌う結城葵さんが演じるアイドルも、ハーレムに加わるぜ。葵ちゃんまでこの通り、ハーレムヒロインたちの声優は超豪華なんだ。このメンバーでメインヒロインを務めたキドちゃんって、すごかったんだね。だが、この回の終わりでこの物語の真相がわかる。颯太が暮らしてきたこの世界は、実はネットワーク上のデータで構成されたバーチャル世界だったんだ。映画マトリックス落ちかよー。12話。真実を知った颯太は、この世界を守るために孤独に敵と戦う日々を送る。やっぱ SAO っぽいね。一方ナナミは自分が颯太の実の姉で、弟を救うため、現実世界からこの仮想世界に来たことを思い出す。キドちゃんヒロインがお姉ちゃん。そして孤独になってしまった颯太を救うため、ヒロインズは立ち上がったのだった。なんかハーレム要員じゃないキャラまで追加されてるような。13話、皆のおかげで颯太は現実世界に帰れた。颯太は事故に遭い、仮想世界に繋がっていたのだった。そして颯太はナナミと現実世界で再会できたのでした。めでたしめでたし。大勢いた他の子たちは、彼女たちは現実世界にもいるが、終盤の展開は賛否両論で、普通のハーレムラブコメのままが良かったという意見も多かった。今までのは茶番劇でしたみたいに感じちゃう人もいるのかな。最後は2016年のリライフ。SF 要素のある学園青春ものだ。数少ない大分県アニメ。1話。主人公の海崎新は退職した後の再就職に失敗し続けている、27歳のフリーターだ。新はリライフ研究所に声をかけられ、10歳若返る薬を飲んで、高校3年生を1年間過ごすことになる。トラックに惹かれて異世界転生するよりはマシ？ 1 年後に周囲の新についての記憶が全て消され、新は就職の斡旋をしてもらえる。周囲の記憶まで消せるとかオーバーテクノロジーすぎる。新は高校に転入したが、うっかり学校にタバコを持ってきてしまったりと、最初は苦労するのだった。あちゃー。なお新は第2号の被験者で、その前に失敗した第1号の被験者がいることがわかる。早速伏線か。なおこのアニメの ED は、新の世代が馴染みのあるような方角が流れる。他のアニメでよくあるカバーではなく原曲だ。アニプレックスだからソニー系のミュージシャンばかりやな。2は、新は日城千鶴という、内気なクラスメイトと話すようになるが、茅野愛さんのクールヒロイン最高や。千鶴はコミュ障で、うまく笑うことができない。悪魔の微笑み。千鶴の見た目や性格、個人的にはたもてのゆりちゃんを思い出すんだよな。3は、やはり千鶴はうまく笑えない。顔芸が面白すぎるやろ。4話でも治らん。千鶴ちゃんの変顔を紹介する動画か。6話、新はクラスメイトの小野屋杏に、突然告白されてしまう。この上田玲奈さんヒロインと三角関係になるのか。ところが杏は新を試しただけで、彼女の正体はリライフ研究所の監視役だった。ギリ仕事の一環か。杏は OP でミスリードしてるので、この展開にはイラッとしたな。マリーは三角関係になる方が良かったのね。7話、第1号の被験者が1年間実験を行ったものの、正確に改善が見られず失敗したシーンが書かれる。なお第1号の被験者の姿や声は伏せられている。若返り薬を作れるなら、性格を改善する薬も作れそうなものだが。12話、千鶴は新が気になるようになり、杏に嫉妬してしまう。運営が干渉しすぎやろ。なお笑い方はまだ治っていない。これはもう個性。最後の13話。新と千鶴はいい雰囲気になっていたが、新は記憶が消されて別れることになるので諦めていた。結ばれない運命。そして、ここで、失敗した第1号の被験者が、千鶴だったことが明かされる。なんだってって、これは読めるかな。千鶴は今回は2度目だったのか。新と千鶴は実験が終わればお互いを忘れてしまうが、ずっと忘れないと約束するのだった。切なすぎる。おしまい。は？全然途中やん。その後の全4話の完結編で最後までやるぜ。おおよかった。でも連続にクールが良かったねー。以上。この動画が良かったらチャンネル登録や高評価お願いします。チャンネルが完結しないようによろしく。それではまた次の動画で、サブチャンネルもよろしくお願いします。